皆さんこんにちは。こんにちは。英子ちゃん登場しました。はい、登場です。今日は何をね、紹介するかと言いますと、はい、これ何 ？OS1。そう、OS1。なんとアップル味が出たんよ。そうやね。なんかコマーシャル見た？コマーシャル見た？な、何回も見た。あ、何回も見た？うん、それでこれアップル味、パッケージが可愛いから、うん、ちょっと気になるやん。味見してみるみたいです、うん、味見してみよう。で、英子ちゃんはいらんって言わはんねん。そう、いらない。で、私も飲んだことないんやけど、うん、な、私今初めて飲むんやけど、はい、どうぞ。普通、あ、いい香り、香りだけでもちょっと、あ、これアップルの香り、ほんまにしてる、うん、香料が入ってますね、アップルの、うんうん、でね、やっぱり体にはあんまりこう冷たいのは用ないんかもしれへんのやけれども、うん、ちょっと冷たい方が美味しいかなと思って、実はエコちゃん来るまで冷やしてました。それはそれはありがとうございます。味見の YouTube しよう思ってた、一緒に飲もう思った。じゃあ私初めて飲んでみます、うん、あ、美味しい。そう、うん、リンゴの味、リンゴの味なの。いや、あのリンゴジュースの味。うそやん。飲む飲む。いや、むちゃくちゃ、ちょっと待ってね。まゆみちゃん、毒飲みさして、美味しかって飲むっておかしいよね。いや、ほんまに。ほんまに、これ、リンゴジュースの味する。あの、塩味の味しいひん。ほんま。で、この間の大塚製薬さんって言うねんけど、この発売元。うん、大塚、飲んでみて。いただきまーす。はい、どうぞ。もうちょっと飲む。美味しいで。うん。どうこれ、飲みやすい、飲みやすいし、ジュースやし、これこれジュースや、めっちゃ飲みやすくて、めっちゃ飲みやすい、リンゴの味やから、みんなこれ多分飲みやすいと思うよ。これさ、オースワン嫌いって言うたかった人大丈夫やな、はい、嫌いやった、うん、これ美味しいな。熱中症毎年になるから、いや、飲んでもええこちゃん、ほんでな、これの価格なんですけどね、あ、ちょっとありやな、これの価格ねんけど、うん、1本はちょっと税込みで話させてもらうと180円やったかな、うん、1本どうしてたっけ、私価格どう書いてたっけ、あれ、とりあえずはっきり覚えてるのは6本入りが税込み1038円、安いんですよ。安いな、安いんですよ、はい、それも置いといて、置いとこうか、うん、何本か置いとこうか、リンゴの、リンゴの、うん、何本置いとこう、6本が安くなります、うん、6本に1038円を割る6すると税込み173円になります。はい、税込み173円で、あの、よかったらサービスしています。はい、お待ちしています。めっちゃ美味しい、ほんまに美味しかった。あれ、カロリー一緒ねんて、大塚さんに聞いたら、やって、美味しいです。普通のやつとアップルとカロリー一緒やるわ、はた、でも甘かったな、うん、うん、皆さんどうですか、はい、お待ちしてます。お待ちしてます。暑いしね、ともね、バイバーイ。バイバーイ。よかったらグッドいいねボタンとチャンネル登録お願いします。